よっしゃ、続きやっていきましょう。ステージ21、バーテンダー2、ガキ大将がポテトを食っていますけれど、バーテンダーっていうよりもどっちかというとファーストフード店みたいだけどね。とりあえずやってみましょう。よろしくお願いします。お、オレンジジュース、また添えて汚れた机で。メニューはカレーライス、ステーキ、バーガーセット。結構ちょっとカジュアルなバーって感じなのかな。左側お前も店員顔になってんじゃねえかよ。今回も扇風機があって、雑巾があるね。じゃあ普通の状態でやってみたら、おそらくバーテンダー1と一緒で、そこで詰まっちゃう感じなんだね。じゃあ、おそらく注文の上の看板が新しく加わってるから、ここが何かの解決のヒントになるんじゃないかな。まずはちょっと雑巾で綺麗にしてみる。ルンバ涙目にして、扇風機つけて、で、この状態だったらどうなるんだろうね。やってみますか。よいしょっと。前回と一緒だけ。いやいやいや、お前店員だろ、アルバイトだろ、何飲んでんだよ勝手に。まかない気分なの、これ。まかないか食いって感じなのかな。じゃあ多分ツルツルにして扇風機するのは合ってると思うんだよね。だこいつをどけろってことだ、なんとかして。カレーライスじゃない、このカレーライスを注文してこいつに食わせると。そうすればひー辛いって言って、水水って言ってどっか行っちゃうんじゃない。食べて早えな、食うの。ごちそうさまで、水を飲んで行くんじゃないか。あ、回復しちゃう感じ？あー、そういう感じか。これだけじゃダメなのね。あ、皿もコップもゲットできるよ。これをなんか使うってことか。じゃあ、売り切れ、一食分しかねえのかよ。カレーなんだからさ、作り置きぐらいできるでしょ？うわ、でかっ！ 500g ぐらいあるんじゃない？うわ、それでもペロリといっちゃうんだ。ギャル曽根の仕事がなくなっちゃうよ。そしてまた、この鉄板もゲットできるのかな？できるね。じゃあバーガー全部食わせて腹いっぱいにさせるとか、そんな感じなのかな？はい、どうぞ。脂っこいもの最後に。ちゃんとフォークとナイフ使うんだ。礼儀正しいね。あー、これもペロリと言っちゃった。嘘だろ、お前。これも完食しちゃうの？ 3 食全部空になっちゃったよ。これをなんか使うんだろうけど、もう何もない。じゃあ鉄板とか。ここになんか障害物的なものを置いて、で、なんかやるかと思ったけど置けないんだ。アイテムとしてゲットできるってことは、どこかしらで使うと思うんだけどな。そういうわけではないのかな。多分この状態でスタートし、そういうことだ。2本分投げりゃいいんだよ。2人いるんだから、お客様は。1人お客様じゃないけれど。これで、あ、次と、まずはこいつの腹を満たしていくと。2連続スタイル。いや、みんなが幸せになれる一番の方法を取ったね。さすがイケメン。世界を平和にするのもイケメンの務めだしね。ありがとうございます。さあ、じゃあステージ22、荒野の。イケメンっぽい感じ出てるね。いいね。これで3、2、1で振り向いてバン、どっちが早く打つかってやつだね。かっこよく決めてやりましょう。よろしくお願いします。さあ、こうヒューとやって、右と左どちらにも行けないんだ。とりあえずじゃあスタートしてみる。まずは普通にやったらどうなるか。早打ち得意だもんね。だって知らないけどどっかの似たキャラは得意だもんね。似たキャラなんていないけど。で、2歩やって、これで打ちゃいいんじゃない。ガンと、ダメか。で、3歩やってファイト。あー、これもしね、あれか、俺の技量だけか。早く打つために、あのゲージが満パンの状態で打てば、勝てるってこと？じゃ、今までと違って、アイテムをゲットして、やるんじゃなくて、本当の早打ちってことか。わかりました。俺の早打ち力見せてやるよ。早打ちって言うとなんかちょっとネガティブなイメージもあるけれど。男は特にね。2人目。3回目こここここれで、ナイス、余裕じゃないか。どうや、早打ちのアビム。素晴らしい。クール、簡単だったね。これは頭使う系じゃなくて純粋に反射神経の勝負ってことか。そうだよね。だって頭脳も試されるけど、こうやって運動神経も試される。両方できてこそのイケメン、素晴らしい。さあ、23、ソロコンス、芸術面にも長けてないとね。すげえ長えだなお前。23番目やってみましょう。よろしくお願いします。おっと、いろいろあるね。右側はあ、ピアノがあって、上になんかデスマスクがいるんだけど、なんだろう。とりあえず普通に弾いてみる。あー、サードはできないんだ。じゃあまず左側から、これ何、ハープ、よいしょ。でやってみましょう。スタート。これ難しいんだよね、音出すのって。ヒロリンチョ。なぜそれからこんな音が出てくんだよ。バネのビューンって音じゃん。まあでも静かじゃんじゃない、なんだっけ、源ちゃんもあんまり音楽が得意じゃなかったんだっけ。源ちゃん得意なのか。じゃあ、あ、違うよ。これが苦手なんだよ、源ちゃん。でこれを華麗にやってやればいいんじゃない。さあ、弾いてみましょう。ヒロリロリ。まあ、そうだよね。これ多分、ハープより難しいと思う。音を出すの、普通にさ、1音出すだけでも難しいからね。一番簡単そうなのといったら、ピアノなのかな。ピアノだったらさ、音出すだけだったら一番簡単だもんね。
じゃあこれはギター。弾いてみますか。ピロリロピロリロピロリロ。それ暴走族だ。あ、やっぱ音出ないよ。あー、しかも壊しちゃって。絶対高いやつなのに、この形は。形からして高さ120万くらいしそうだよね。じゃあ、ピアノ？ピアノだったら、まあ、弾けるっちゃ弾け。そういうこと。弾く順番があんだね、これ。これで？あ、ダメか。だから、多分なんかの順番を見つけなきゃいけないと。ロッカーは開かない。上のじゃあ、絵画見てみる？あ、見てみたりもできない。なんかタップしたら落ちてくるのかなと思ったけど、そういうわけではないんだ。じゃあ、あの弾く順番をどっかヒント見つけなきゃいけないってこと？あれかね？このロッカーの順番でいいのかな？水色、紫、ピンク、ピンク。水色ないぞ。これでいいのかな？で、紫、で、これ。ってわけでもないもんね。やっぱダメか。ないな。アイテムらしきものが、あ、こいつらに渡すとか。ってわけではない。あ、ない？なんか合ってるやつを渡すのかなと思ったけど。これさ、持ったら、光るとか、あるんじゃない？ダメ！で、わー。わー、音波、そういうこと、これをメモれってことか。多分これ3行分あるんだろうね。うわ、メモるのめんどくせえ。ちょっとメモ。オッケー。10色ペン持っててよかった。じゃ、この順番に弾けってことかな。あー、でもそこで見れるのか、メモる必要なかったじゃん、もう。じゃ、こうで、こうで。これ多分3種類全部やんなきゃいけないと思うけど。で、全然メロディーになってないけど。で、ああ揺れて揺れて、なんか出てきたよ。あ、鍵落としてくれた、ありがとう。これで3つのうちの1つが開くってことか。全部開けるのかな。わあ、ヘルって書いてある。これ来たらできるとか、そんな感じなのかな。来てみる、よいしょ。これ魂が乗り移って弾けるようになるんじゃない。行ってみるか。これ多分3種類あるんだよ、正解パターンが。すげえシンクロ率、完全に乗った。あ、ブーなんだ。なんで？めちゃめちゃかっこよく決まってるのに、ちょっとジャンルがお気に召さなかったのかな。じゃあ他のやつもやってみようか。じゃあ今度はこのハープみたいなのやって、こっちやってみましょう。あら、綺麗な女性じゃない。わ、今度難しいよ。まあでも見本が上にあるんだから余裕だよね。ただ色の微妙な差異が難しいぞ。紫、赤。これさ、色の識別が苦手な人ってかなり難しいんじゃないの。これでいいの？オッケー。結構似たような色あるからね。さあ、これでまた揺れて。お前は何なんだよ、お前は。ピアノのせいなの。ありがとうね、毎回毎回。で、今度この下を開けてみよう。今度は。これも失敗パターンっぽいな。これで。だってもう格好からしてすでにもう惹かれそうだもん。いや、大丈夫。心さえあれば。心が伝われば格好なんて関係ない。ほら、うっとりしてる、メス犬の顔。いや、メス犬というよりも、メス豚の顔。あ、ダメだろ。汗だくになって、もう指の長さが足りないんだよ。はめ、そういうことか！サイズが足りなくて落ちてきちゃうと。まあ、男の方が肩幅広いから落ちにくいなっていうのはあるのかもしれないけど、やっぱ胸のね、大きさとかも違うから。これは仕方ないのか。じゃあ、最後、バイオリン。バイオリン？でもなんか全部失敗パターンもありそうじゃない？実は3つとも違うんですよみたいな。あれ、なんか足りないよ君。毛根的な意味で足りないよ。大丈夫？もう、あ、これでカツラをあげればいいんだよな。どっかにカツラがあるんだよ。で、黄色、オレンジ、紫、水。お、今回いい、結構いいメロディーなのかな。お、いいね、いいね。そして出てくる、じゃあ一番上の鍵かな。全部鍵出した方がいいのかな。ゲットして、で、上、今度は、あー、でもカツラないよ、いいの。カツラないけど大丈夫なのかな。これつけて、じゃあやってみますか、スタートで。ほら、悩んでるもん。おそらくカツラを見つけてこなきゃいけないんで、どっかで。このベートーベンのカツラも折れない。あー、乗り移ってくれない。ってことはやっぱりカツラをどっかで見つけて被せないとバイオリンは弾けないってこと。じゃあバイオリンが正解っぽいね。で、この状態にして、なんか出てきたよ。あー、後ろに被ってた。なんなのお前、なんで震えてるの。これを被せればいいってことか。カポッとして。わあ、両方とも被ったことになってる。しかも、このなんか、筋力量もアップしてるよ。これでスタートしてみるか。これで完璧なんじゃないかな。全然ソロコンサートじゃないじゃん。トゥーマンセルじゃん。わあ、美しい音色。これはメス豚になっちゃうよ。惚れてまうやろ。素晴らしい。いいじゃない。あれだね。ゆらぎそうのあの子みたいだね。憑依体質があるんだね。オッケー、ステージ23もクリアです。ステージ24。
原始時代、ついにタイムスリップもしちゃったじゃん。この文明がない時代に生き残るためにはやっぱりサバイバル術っていうのが大事になってくるだろうからね、そこも見せてあげましょう。よろしくお願いします。お、火でキャンプは火が欲しいよって言ってんのか。あ、巻き取っちゃった。普通の状態でやったらどうなるんだろう。やってみましょう。おそらく体力が足りなくて火がつかないみたいな、そんな感じだよね。この回転させて手でやるのってのはなかなか素人には難しいよね。ボーイスカウトとかそういう人でもなかなか難しいって言うから、やっぱりなんつーのギュインギュインギュインっていう、ああいう機械みたいなの作らないとダメなんだろうね。全然つかねえんだけど一日中やり続けた根気はすげえけどさ、ダメだね。やっぱり過程よりも結果が大事だよ。うん、結果が全て。じゃあここにもなんか木材あるの気になるんだよな。火、これになんか火つけるとかできない？その想像で火をつけるとかダメか。幻想はぶち壊せない。太陽の光を利用するんじゃない？太陽の光利用できないか。火山もできない。他にアイテムとして、あ、本体を取っちゃっていいの？あ、そういうことか。日光でこれを光で火をつける、ここで。あ、ダメ。じゃあ源ちゃんにかけてみる。かけられない。多分なんか日光の力を使うんじゃないかなと思うんだけどな。どこに使うかだよね。よいしょ。お、手で、あ、手で持ってってことか。これでいいんじゃない？これで太陽光を利用して、そう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 、俺の求めていたもので、これで火をつける。で、ふーしてちょっと火種をやって。でもさ、緑色の葉っぱって水分多く含んでるから火なんてつかないんじゃない？焼けたけどさ。上手に焼けました。おかしい、枯葉ならまだしもさ、緑色の葉っぱ多分火つかないんじゃないかな。まあでも結果が全てだから大丈夫だよ、大丈夫大丈夫。家庭をキングクリズモン、クリ言えない、もうさ、もう全然言えない。キングクリムゾンすればいいだけだから、いいだけだからね。やばいな、今日ろれつが回ってない。多分ね、お昼ご飯食べ過ぎたせいだと思う。ステージ25クッキングいきましょう。イケーズキッチンだって。オリーブオイルひたひたでいきたいと思います。よろしくお願いします。わあ、後ろになんかいるよ。スタンバイしてる。本日のメニュー、まだ空っぽだね。卵とかあって材料を集める感じなのかな。お、牛乳もゲットした。上のやつは取れない。下はお、なんかあるね。カツ丼の上おい、もうすでに出来上がってるものがあるじゃねえかよ。ご飯は、あ、チンって言ってる。あ、なるほど、これで炊かなきゃいけないとか、そんな感じなのかな。小麦粉、あ、卵かけご飯、なんかいろいろあるんだけど。右側は待ってる。ちょっと可愛い格好しちゃって、アイテムがいっぱいですって。まずはカツ丼から作ってみる。これをも、あ、持たせられない。カツ丼の具だからレンジでチンかなと思ったんだけど、そういうわけではないんだ。多分おそらく何かしらの組み合わせを一個完成させないとダメってことなんだろうね。これでできない？レシピで卵、あ、そういうことか、こういうことだ。で、ご飯と卵、これで出来上がりなんじゃない？で、スタートすると。いいんじゃない？究極の卵かけご飯、簡単シンプルにして最強の料理。でも醤油なくて大丈夫かな。さあどうぞ。お箸、あ、お箸あった。なにそれ、ブーって。君の食べ方が悪いだけじゃん。なんなのそれ、私そんな下品なもの食えないみたいな。高飛車か。じゃあダメなの？じゃあレシピ本をいくつかゲットして、で、その中で一番美味しそうなのを選べってことだね。お、なにこれ、ゆで卵難しいもんね。半熟って難しいもん。これは、あ、カツ丼。カツ丼で、カツ丼の道具でいいのかな。じゃあカツ丼にしてみる。ご飯とカツ丼の具でいいんだって。で、ご飯タイマーセットして、じゃあこれは、あ、まだ渡せない。先にご飯かな。ご飯、カツ丼の具、レンジで温める、しっかりと。素晴らしい。やっぱり下手に料理スキルがないときはこうやって出来合いのものを作った方が絶対うまいもんね。さあできました、カツ丼。お上がりよ。そう、これで裸になってくんない？お願いおはだけして。あ、あれ、セットが変わったよ急に早着替えもしているし。ダメなの？カツ丼だって美味しいじゃん。なんでダメなの？何が欲しいか先に言ってくれないと分かんないよね。じゃあゆで卵なの？だって簡単すぎない？ちょっと、いや、でもやっぱり究極の料理っていうのはゆで卵から始まるっていうじゃん。言わないけど適当に言ったけど、卵料理はやっぱり料理の基本だしね。これで料理人の腕を測るっていうところもあるし。さあお上がりよ、塩をつけてお召し上がりください。ヒマラヤの岩塩。ダメなの？あ、絡むかなきゃいけないとか、そういうことなのかな。何が正解か全然わかんないぞ。レシピ本はいらないってことなのかな。あ、ケーキを作れとか。紅茶持ってるから、おそらくケーキを作ってほしいんでしょう。ただレシピがないんだよね。ってことはレシピは使わずに
ケーキを自分で作れってことなのかな。だって小麦粉でしょ、卵でしょ、でホイップクリームでしょ、牛乳だもん。作れそうだけどね。ただメニュー本がどっかにあればの話だけど、こっちの看板には何もない。こいつが怪しいんだよな。こいつになんかさせるとかありそうだけど。じゃああれか、全部作ればいいんだよ。ここでスタートしないで、これをゲットして渡す。はいどうぞ。で、お礼になんかくれんじゃない、ケーキのあれとかくれちゃってもいいんだぜ。足りない全然。あ、お礼にこれをあげるよ。やったー、やった、果物詰め合わせもらった。ドラゴンフルーツとかもあるよ。これで、でもメニューがないんだよね。これ小麦粉ゲットしてなんか料理作るってわけではないんだね。じゃあ他に全部のレシピ作ってみるか一回。そうすれば道が開けるかもしれない。とりあえずこれで全部か。で、何かが変わってる。アイテムがいっぱいです。だってじゃあ一回戻して、牛乳戻して、でこれをゲット。そういうこと、パンケーキ食べたいだったのね。なるほどね。でパンケーキを作ると、卵と牛乳と小麦粉でいいのね。卵、よいしょよいしょ、あれ置けない、 OK で割って、で次牛乳、すべてのアイテムをフル活用するんだね。ちゃんと分量を測らなくて大丈夫。あ、牛乳戻して、で最後小麦粉をゲットしてやると。お菓子作りって分量が命みたいなところあるじゃん。かき混ぜて、ベーキングパウダーは入れなくていいの。これもうホットケーキミックスなのかな。で焼いていく。うまい、焼き加減変わった。天才かこいつは。でドラゴンフルーツと、よいしょ、あーすごい、包丁使わずに切り刻んだ。で最後にホイップクリームで、うわー、インスタ映え、これは映えるね。これは絶対喜んでもらえるよ。女子は甘いものが好きだからね。さあどうぞ、お上がりよ。お歯だけお願いします。お歯だけ、あ、しかも手で食うんかい。あ、フォークか、びっくりした。素手で食ってるように見えた。いいじゃないの、別腹だもんね、甘いものは。大丈夫大丈夫、素晴らしいね。さあこれでステージ25までクリアしました。やっぱりだん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 、あー最後だ。え、嘘でしょ、30問あると思ったのに最後エンドだって。じゃあエンドやってみましょうか。2人ベンチに並んじゃって、今度は塗り立ちじゃないのかな。やってみます、ゲームスタート。お、あら、大人になってプロポ、マジかよ、ちょっと時の流れが早すぎる。そうだよね、子供時代って本当に一日一日が早かったもんね。右側は何もない。じゃあ普通の状態で告白したらどうなるのか見てみましょうか。俺と毎朝一緒に目覚めないかい。キリン、さあどうだ。全然プロポーズの言葉っぽくなかったけど、そこはカットで。お、うわ、パッカン、空じゃないですか。何の嫌がらせなのそれ。忘れてきちゃったの、ここぞという時に。なぜこんな失態を。いや、普通確認するじゃん、一番大事な持ち物だよ。じゃあどっかから指輪を見つけてこなきゃいけないんだね。花火じゃねえ、なんでピアノと花火を間違えたんだろう。月とかに星をゲットしてなんか指輪にするとかってわけではなさそう。お、あ、カパッて開いて、ここにじゃあ俺が忍ばせなきゃいけないってことなんだね。どこにあるんだろう指輪。光があって、こっち、あ、1って書いてある。俺新月になって、おお、月、そういうこと、星の輝き、月の導き、素晴らしい。これで、え、普通に入れるだけでいいのかな。入れて閉じてスタート。さあ行きましょうか。毎晩俺のために味噌汁を作ってくれないか。 I love you。 いや、あー、これは惚れちゃうよね。やったぜ、コングラチュレーション。うわ、オールスター勢ぞろい。みんなありがとうな、リア充まで応援してくれてる、ありがとう。 Thank you for playing。 素晴らしいね、恋が叶ったよ、やったよ。こういうさ、ラブコメものってどっちつかずな感じで、最後は誰ともくっつかずにハッピーエンドみたいな感じになるじゃん、結局は。でもこうやって最後結ばれて終わるっていうのは最高だよね。完全に私がイケメティックダウンしました、ありがとうございました。はい、というわけで、イケボーイ、見事すべての、ステージクリアすることができました。ありがとうございました。イケメンになるためには、こういう行動をとっていけばいいんだという、なんかバイブル的な、教科書的なゲームだったんじゃないかなと思います。まあ、私ぐらいのイケメン度があれば、ちょっと物足りない感じはあったんですけれど、まあ、皆さんはね、かなり参考になったんじゃないでしょうか。皆さんもぜひ、こちらのゲームでやって、イケメン目指してみてください。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした。バイバイ。